よし、じゃあミッシングパーツ続きやっていきたいと思います。ゆいちゃんに話を聞くところからですね。そうだよね、ペンダント気になるよな。ペンダントについて、そのペンダントはみゆきちゃんいつも身につけていたの？普段はつけてたみたいです。レッスン中とか衣装の時はポケットに入れてたり。じゃあずっと持ってはいたのね。だからきっと大事なものなんだろうなって。どういう品だとか誰かからもらったとかっていう話は？いえ、ゆきちゃんあんまり自分のこと話さなくて。そうか。ペンダントそのものは割とどこにでも売っていそうなものだ。価値があるのではなく本人にとって何か思い入れがあったんだろう。その日のみゆき、あの日はみゆきちゃんとは朝からずっと一緒だったの？朝からちょっとお稽古があって、その後お買い物に行って。それは俺と初めて会ったあの時のことだな。あの時はまさかアイドルだなんて夢にも思わなかったのにな。夢にも思わなさすぎたけどね。戻ってきた後、部屋の前で会って叱られて、そこでペンダント拾ったんですけど。拾った後は昼のレッスンだよね。それが終わった後だけど。はい。屋上で会う前にはみゆきちゃんには一度も会わなかったの？それが会ってないんです。ゆいちゃんは思い返すようにその後のことを話した。レッスンが終わってみゆきちゃんが戻ったらすぐ返そうと思っていたのに、屋上で会うまで一度も姿を見なかったのだそうだ。レッスンが終わってるはずの時間になっても？はい、でもみゆきちゃんのことだから自分で居残って練習してるのかなって。ああ、熱心だったって言ってたもんね。お部屋にいたかもしれないけれど、もし練習中だと邪魔したらすごく怒られちゃうんです。まあそうだろうね。それで探しにも行けなかったのか。その日のアスカ。あの日はアスカちゃんもずっと一緒に行動していたの？ええ、そうなんですけど。少し首をかしげてゆいちゃんはつぶやいた。これ探してたのかも。これってペンダント？どうしてアスカちゃんがそれを？朝のお稽古の後、買い物に出る前に事務所で買い出しのメモを作ってたんですけど、そこへアスカちゃんが入ってきて何かを探すようにキョロキョロしていたのだとゆいちゃんは言った。何か探してるの？って聞いたら、うん、ちょっとって。ペンダントを探しているとは言わなかったんだ。なんでペンダントをアスカが探す必要があるんだ？言わなかったんですけど、何をって聞いたらみゆきちゃんのものだって言われて。ああ、みゆきちゃんにお願いされたのかな。じゃあみゆきちゃんがアスカちゃんに探してって頼んだのかしら。そうかもと思ったんですけど、アスカちゃんはすぐに出て行ってしまったので言いそびれてしまい、すぐに買い物に出かけなければならなくなったそうだ。買い物に出るならってみゆきちゃんに頼まれてたものもあったからって慌てちゃって。忘れたらもっと怒られちゃうから。そうです。一応整理してみよう。あの日は朝から稽古があって、それが終わって一度ここへみんな戻ってきた。その時ゆいちゃんはみゆきちゃんに部屋の前で叱られて、みゆきちゃんは部屋に戻る。その時ペンダントを落としてゆいちゃんが拾う。ゆいちゃんは叱られたばかりですぐには返せず、先に買い物に出ようと事務所でメモを作り始める。そこへアスカちゃんが探し物をしにやってきた。部屋に戻ったみゆきちゃんがペンダントがないことに気づいて、アスカちゃんに一緒に探してくれと頼んだのだろうとゆいちゃんは思った。しかし確かめる前にアスカちゃんは出て行ってしまったので、ゆいちゃんはそのまま買い物に出て行った。その帰り道に俺と出会ったんだよな。そして買い物から帰った後、昼の稽古に出かけて夕方戻ってくる。その後ゆいちゃんは屋上へスカートを取りに行くまでゆいちゃんには一度も会えなかった。みゆきちゃんには一度も会えなかった。結局その時も返しそびれたので、ペンダントはゆいちゃんが持ったままだ。そしてその夜みゆきちゃんは亡くなってしまう。もしかして公園で話そうとしてたのはペンダントのことだったの？あ、はい。それとまだ何か？はい。ゆいちゃんは神妙な顔つきでうなずくと、俺たちの顔を見回して立ち上がった。あの、ちょっと一緒に来てくれますか？いいよ。俺と京香さんも立ち上がり、ゆいちゃんと一緒に部屋を出る。屋上じゃないか？出てくるとちょうどアスカちゃんが2階へ上がってきたところだった。あら、皆さんもう降りちゃうんですか？うん、どうして？いえ、一人だとちょっと怖いなと思っただけです。あら、私残っててあげようか？あ、そんな平気です。お仕事続けてください。そう？アスカちゃんもなんか不思議な挙動をしているよな。ええ、音楽でもかけて元気出します。恥ずかしそうに笑いながら、アスカちゃんは自分の部屋へ入っていった。確かにそろそろ暗くなるし、一人でいるのはちょっと気味悪いのかもな。どこ行くの、ゆいちゃん？事務所に。あ、事務所なんだ。
俺たちは連れ立って事務所へと入った。立花専務はまだ帰っていないらしく、部屋には誰もいない。あそこにみゆきちゃんも並んでたの知ってますよね。ゆいちゃんはまっすぐに自分たちの写真立てを指さした。みゆきちゃんの写真立てはまだ戻されていない。写真立て？もしかしてみゆきちゃんのが割れてたわけを知ってるの？知ってるんだ。ゆいちゃんは無言でうなずいた。それでも切り出しにくそうに逡巡している。こっちから聞いた方が話しやすいかな。あれはいつ割れたの？みゆきちゃんが死んだ日に。半ば予想はしていたが、少し言葉に詰まりそうになった。どうして割れたの？一人でに、私がみゆきちゃんが自殺なんて信じられないって言ったら。一人でにって何もしていないのに割れたの？ゆいちゃんはうなずいて、じっとみゆきちゃんの写真立てがあったあたりを見つめた。それは怖いな。あの日、警察の人がやっと引き上げて、専務と一緒に事務室へ戻ったんです。長い捜査と精神的なショックで、アスカちゃんは倒れそうだったので部屋で休んでいたという。私が信じられないって言ったら専務が辛いだろうけど、事実なんだからって。ゆいちゃんは泣きそうになったが、立花専務も窓に向かって背を向けてうつむいているのを見て、じっと我慢したと言った。そしたらカタカタカタって音が聞こえてきて。音？小さな音です。なんだろうと思ってみたら、みゆきちゃんの写真が。みゆきちゃんの写真立ては3人の真ん中に置いてあったので、それだけが揺れ出すなんてありえない。そう思って唖然と見ていると、だんだん揺れが大きくなって、とうとう落ちて割れちゃったんです。俺と京香さんは思わず顔を見合わせた。つい最近ほとんど同じような話を聞いたばかりだからだ。あー、なるほど。マスターのグラスか。ここで関わってくんのか、マスター。壁の方を見るとスピリットと同じように換気扇がついていた。しかしスピリットのようにカバーがずれていたりするわけではないようだ。私、みゆきちゃん何か言いたいんだ。きっと自殺じゃないんだと思ってて。ついそのことを口に出してしまったところ、立花専務にたしなめられたそうだ。変な噂が立ったらどうすると。口止めされて黙っていたものの、結局は噂は立ってしまったのだ。どこからか、いつの間にか。それでその後どうしたの？専務にみゆきちゃんの写真を部屋に持っていくように言われて持っていきました。専務なんかちょっと匂うな。君が持っていったのか？専務真っ青になってたから。それでそのまま帰るように言われたんですけど、一応挨拶に寄ろうと思ったら、ゆいちゃんは壁際にある酒瓶の並んだ棚を見上げた。専務あそこからお酒出してて飲んでて、声かけにくくて、そのままあの専務が酒を飲んだと。ほう、なんかあるな。専務が直接手を出したわけではないにしても何かあるな。鍵を開けたこともないって言ってたのに。本当に普段は全然お酒飲まない人なんです。でもあの日は、多分その前も前、最初に専務と、事務室に戻ってきた時、もうお酒の匂いがしてたんです。きっと警察や自分たちに連絡をしている、して待っている間に、じっとしていられなくて飲んでいたんじゃないかと思うと、ゆいちゃんは言った。アル中の行動じゃねえかよ。確かに飲めなくてもシラフじゃ痛くない状況でしょうね。そうね、目の前にあったらつい手が出るかも。それで専務も辛いんだと思って、今まで誰にも言えなかったのね。優しいわね、ゆいちゃんは。弱虫なだけかもしれません。そんなことないわよね、真上くん。そうだよ、ちゃんと話してくれたんだし、ありがとう、信じてくれて。う、ゆいちゃん泣くな。うつむく間もなく、ゆいちゃんの目に涙が溢れ出す。とっさに顔を手で覆い、ゆいちゃんは泣き出した。いや、ゆいちゃんいっぱい我慢してたんだろうな。ごめんなさい。私、いいのいいの、大丈夫よ、ゆいちゃん。ごめんなさい。張り詰めていた何かが切れたように、ゆいちゃんは声を上げて泣いた。京香さんがソロの体を抱きしめて髪を撫でる。だってみゆきちゃんは自殺なんかしないの。うん、みゆきちゃん聞いてあげて。みゆきちゃん、きっと何か言いたいの。ゆいちゃんは京香さんにしがみつくようにして、みゆきちゃんの名前を繰り返す。あんなにいつも叱られていたと言っていたのに、それでも好きだったんだろうな。俺のね、友達も同じこと言ってたよ。え、
みゆきちゃんは何か言いたいことがあるんだって。そうなのかもしれないな。はい。ゆいちゃんは嬉しそうに泣き笑いの表情でうなずいた。そしてまた京香さんの胸に顔を埋める。みゆきちゃん、みゆきちゃんは何が言いたいんだ。ここ数日いつも頭をよぎりながらも押さえつけていた疑問がはっきりと浮かぶ。君は本当に自殺だったのか。俺たちの受けた依頼はみゆきちゃんの死の原因がゆいちゃんにはないことを証明して噂を消すこと。それは承知しているが、もう自殺だと断定して考えることはできない。あまりにもそうじゃないという声が聞こえすぎる。かといって犯人の目処もつかないよな。亀山さんたちには悪いけれど、ここは一度原点に戻った方がいい。自殺か他殺かというスタート地点に。そうなるとやっぱりもう一度テレビ局へ行ってみないと。何の音？何何今の音。キャー、姫、今鳥肌立ったわ。上の方から何かが倒れたような物音に続いて、あつかちゃんの叫び声が聞こえた。泣いていたゆいちゃんも驚いて顔を上げている。上田、京香さんはエレベーターの方へ。わかった。驚きすぎて今めっちゃ腹減ったわ。あすかちゃん。廊下の真ん中にあすかちゃんが座り込んでいた。呆然とした顔つきで見つめているのは、みゆきちゃんの部屋に。目の前の扉は開いていた。そこはみゆきちゃんの部屋だった。何があった。影が、白い影がいて。あすかちゃん。エレベーターホールの方からゆいちゃんと京香さんが駆けつけてくる。亀山さんと永井さんも一緒だった。どうしたの、大丈夫。何かいたの、みゆきちゃんの部屋に何かいたのよ。うろたえたあすかちゃんはゆいちゃんの腕を掴んで訴える。大丈夫、もう大丈夫よ、落ち着いて。京香さんがそれをなだめ、俺に目で合図を送る。俺はうなずいてみゆきちゃんの部屋を覗いた。なんだ、あら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 、荒らされてますね。なんだ。室内は異常に荒れていた。机やタンスの引き出しは開かれ、机の上にあったものが床の上にぶちまけられていた。背後でアスカちゃんがユイちゃんに何があったのかを訴えていた。扉が開いてたから変だと思って覗いたら誰かいたの。白っぽい影が。そしたら物が勝手に動いて床に落ちたの。勝手に、それ全部勝手に動いたの。怖くてそれで大声よ。アスカやっとるかこれ。アスカちゃんは部屋から目を背けるように震えながら背を向けた。もうユイちゃんじゃないことはほぼ確定したもんね。その白い影が、これが全部勝手に動いた。あ、でもアスカちゃんと一緒にいた時に永井さんは白い影見たもんね。何なんだ。もう一度よく部屋の中を見てみた。はいはい。まあ気になるのは写真立てかな。勝手に動いたとかいうものが散乱している。え、この写真立ては、みゆきちゃんの写真立てだ。これが割れているのは元からだったな。この辺勝手に動いた。本棚の中の本は半分くらい床に落ちて散らばっていた。棚そのものが動いた様子はないが、何かを探してるのか。勝手に動いたにしては本棚のすぐ下にしか落ちていないのが気になるな。動いたと言われると本が一人でに宙を飛んだかのような印象を受けるんだけど、窓、高々2階の部屋だから外からの侵入者もありえないとは言い切れない。一応確認のために窓も調べてみたが、窓に開けられた形跡はないようだ。鍵もかかってんのか。ここから誰かが入り込んだなんてことはなさそうだな。タンスは引き出しといい扉といい、開けられるものは全部開けられている。ん？中身は引っかき回されたようにはみ出して辺りに散乱している。まあ空き巣だよね、どう見てもこんなものが勝手に動いたなんて。タンスから引きずり出されたかのように衣服が床に落ちている。このペンダントを探してんのか。もしかして服が飛び出してきたというより、タンスの中を漁ろうとして服を引き出したという感じだ。何か探し回った後みたいに見えるんだけどな。ペンダントでしょうこれは。ポスターは特に剥がれたりしていないようだ。ちゃんと前に見た通り壁に貼ってある。すごいところに貼ってあるな、ポスター。めちゃめちゃ低い位置よ。鏡の位置は変わっていなかったが、かけてあった布は一度めくられたようで、少し不自然なシワが寄っている。
白い影っていうのが気になるな。照明は？照明は特に調べられない。エアコンも調べられない。一応ポスターも調べるか。ポスターに異常はなかった。前に見たときはきちんと片付けられていたが、今は乱暴に荒らされたような感じだ。机の上に載せてあったものは崩れて、一部は床に落ちてしまっている。あのさ、現場で居合わせたなんか変なオタクみたいなやついたやん。あいつワンチャン何か探してそうだったよね。机の上は荒らされたように乱れ、一部は床に落ちてしまっている。机の引き出しが開いている。上の段は俺が来た時には開いていたが、あれは亀山さんが閉めたはずだし、今度は下の段も開いている。コンポは動かされた様子はない。洋楽の CD が入ったままになっている。電源も入っていない。コンポは動かされた様子がない。え、他なんか調べれるとかあるか？机か。テーブルはもともと何も物が乗っていなかったせいか、不審な点は見られない。ちょっと位置が歪んだような気がしないでもないけど、派手に動いたという感じじゃないな。クッション。勝手に動いたというものが散乱している。あとなんか調べれるとこあるか。ポスターに異常はない。椅子？机の上は特にない。他、ゆいちゃんが備えていた花と花瓶だ。これも動いたのか倒れ落ちている。下がカーペットだったためか運よく割れていない。このコンパを動かされた様子はない。え、あとなんか調べてないのもあるか。前に調べたときはきちんと整頓されていた。それは覚えている。机の上のものは奥にあった本が倒れて重みで滑り落ちたという可能性もある。しかし引き出しは？これは一人で抜けたりするようなものでは絶対にない。うわ、俺の肩越しに部屋を覗き込んで亀山さんが顔をしかめる。ポルターガイスト現象っていうやつですね。そんな感じに見えますね。だったらもっと本がいろんなとこに飛んでたりしそうだけどな。ポルターガイストって何？え、マジで言ってんの？心霊現象の一種で、勝手に物が動いたり飛んだりするんです。へえ、亀山さん変なことご存知なんですね。割とみんな知ってると思うよ。いや、実はあの子たちのデビュー後の初仕事にホラー映画が決定してたんで。あ、それで勉強なさったの？ていうかポルターガイストはさすがにみんな知ってない？そうです、付け焼き場ですよ。とりあえず一旦扉を閉めて部屋の外へ出ると、全員で下の待合室へと移動した。なんだ、ワンちゃん血が見れるかなって思ったんだけどな。アスカちゃんはユイちゃんに支えられるように何度か立っていたが、まだすすり泣いていた。アスカでもやっぱちょっと怪しいよな。永井さんも怖そうに自分の肩を抱いている。亀山さん、今夜は別のところに泊まられた方がよろしいんじゃないかしら。そうですね。京香さんと亀山さんは今後の相談をしていた。全員怯えてしまっていて、とてもここで寝ようという気になるものはいそうになかった。その方がいいだろうな。このままじゃ彼女たちの神経が参ってしまう。それにしても、みゆきちゃんの部屋を荒らしたのがポルターガイストなどの心霊現象でないとしたら、犯人はどこから入ってきてどこへ逃げたんだ。マガミ君。あ、はい。みんな今日は近くのビジネスホテルに泊まることにするって。そうですか。その方がいいですね。ええ、きっとここじゃ眠れないだろうし。亀山さんに促され、全員着替えだけの簡単な荷物をまとめてくる。戸締まりを済ませ、ビルを出た。いや、でもあのペンダントについてもっと詳しく知りたかったな。玄関の鍵をかけ、電話でタクシーを呼んだ。マガミ君も乗って帰る？いえ、俺はまだ寄るところが。なるみね。さすがに鋭い。っていうか他にいないからだろうけど。てっぺいです。俺だけ逃げたら悪いですから。そうね。もうマガミ君ってば、お人よしなんだから、自称お人よしですから。伊達じゃないよ、自称は。すいません。仕方ないわね。飲みすぎちゃダメよ。はい、気をつけます。ちょっとずつ確信に近づいてるけど、まだこれっていうのがないな。飲みに行くことまで見透かされてる。俺はかなり複雑な気分でタクシーで帰っていく京香さんやゆいちゃんたちを見送った。さあ、スピリットに行かなきゃな。いや、俺駐車場とか寄りたいんだけど、寄れないのか。じゃあビジネスパーク。この時間になるとさすがにビジネスパークはもう人通りが全くなかった。
じゃあ、天狗橋。足立は寄らなくていいよね。スピリット行くか、そのまま。ついてしまった。あ、鉄平呼ばなきゃ。さすがに一人で先に入る度胸はない。携帯を取り出して鉄平に電話をかける。はい、お待ちしてました。あ、鉄平、今どこ？すぐ近く。どこの？怖っ。京ちゃんの。うわあ、真後ろで声がしたので振り向くと目の前にいやがった。来てたなら来てたって言えよ。きょうちゃんってほんまリアクションおいしいよな。人の話聞いてるかお前。いや俺もさっき来たとこやねんって。ほんとかよ。マジで。ほんなら姉さんがちょうど店入っていくとこやってん。え、なるみさんもさっき来たの？うん、ついさっき。じゃあまだセーフ？今やったらまだ余裕でセーフ。すぐ行って潰そう。よし、最初の1時間が勝負やぞ。他の他人が聞いたらものすごく不穏なことを言いながら店の中へ入る。もしかしたらワンチャンなんか良くない強姦的なことが行われるんじゃないかって思うよね。うさんくさそうな男2人が。あ、いらっしゃいませ。なるみさんはいつものカウンター席に腰掛けてマスターと何か話をしていた。マスターの顔にありありと安堵の表情が浮かんだのは気のせいじゃあるまい。あら、早かったわね。こんばんは。毎度、姉さん。俺たちが腰掛けるとマスターは何も言わずにジンのボトルを手に取った。俺がジンライブで、鉄平がドライマティーニ。すでに注文するまでもなかった。ねえ、何だったのこいつは。そう言いながら、なるみさんは警察から送られてきたらしいファックスをピラッと開く。ああ、それ。あげるから早く説明しなさい。ああ、はい。こいつは紀藤っていうフリーの記者で。早く説明しろと目つきで脅されたので、俺は慌てて警察で聞いた話を繰り返す。ファックスは使い道がありそうなので、遠慮なくいただいておいた。ふん、同じやつなのかしらね。俺さ、まあ、多分気のせいだと思うんだけど、ちょっと専務に似てない？どうとも言えないんですよ。似てるような気はするんですが、でもさすがに関係ないか。無理があるよな、それは。そやけど、同じやつやとしたら、紀藤はばあさん家で亀を買うてんのに、姉さんとこにも来たわけやんな。そうなんだよな。もう買ったものをまだ探し歩く理由もよくわからないけど。そもそも何のために自分で亀を買う必要があったんだろう。大文字を脅すつもりだったのなら、そのネタは彼が誰かに送った亀をのことであるはずだ。それは送られた誰かが持っているはずなのだから、紀藤が探し回って別の亀を買い求める必要などどこにあるのかわからない。もらった誰かがもうどこかに売ったっていう情報でもあったのかな。売るか？持ってたら出世する。伝説の亀をなんやろ？売らないよな。しばらく黙って聞いていた七海さんが不意に口を開いた。例えば京介が京花の赤いパンツを盗んだとして。いきなり何を言い出すんですか。きょうちゃん、それ一応犯罪やと思うねんけど。盗んでない、なるみさん。いいから聞きなさい。京介が赤いパンツを。赤なんか履きそうもないですよ、京花さんは。いや、わからんで。意外といかついの履いとるかもしれんで。赤のティーバッグとか履いてるかもしれんよ。なんで知ってんねん、きょうちゃん。なんとなくイメージと違うだろ、赤い下着なんかさ。まあ、すっげえ白っぽいけど。あんたたち、話聞く気あるの？ごめんなさい、あります。どうぞ、続けてください。半眼で睨まないでほしい。怖いから、半目か。なんか納得はいかないが、赤いパンツの話を聞かされる羽目になる。赤いパンツ盗んだとして、それをネタに誰かに脅迫されたらどうする？俺だったら、ですか？そう、盗んだだろうって揺すってきたらどうする？自首する、白を切る。まあ、白切るかな。ひとまず白を切って様子を見るかな。そうよね。なるみさんはゆっくりとうなずいた。そうしたら相手が目の前に赤いパンツ出してきたらどう？そりゃ慌てますよ。なんでここにと思って焦るでしょ。はあ、なるほど。そうなったらもう相手のペースやろな。そうよ。そのためにはパンツが本物かどうかなんてどうでもいいの。ああ、そういうこと？
そういうことですか。そうやって相手を追い詰めようとしてたってことなのか。ようやくななみさんが何の話をしたかったのか理解できた。そら鬼頭とかいうケチくさい悪党の考えそうなことやで、京ちゃん。そうだな。やっとわかった？わかりましたけど、何もパンツで例えなくても。他にあんたが盗めそうなもの思いつかなかったのよ。盗みませんってば。そもそも京ちゃんに物パクらせよういう時点で根本的に無理が。当たり前だろ。そう、あの子トロイから1枚くらい取ってもわかんないわよ。そうですかね。てっぺ。ああ、俺中身入ってないと興味ないから大丈夫。それ普通だろ。たまーにそうでもない人もいるんじゃない？俺は違いますからね、言っときますけど。何の話をしているんだ俺たちは。暴れ出されるよりはマシかもしれないが、これはこれで間違ってる気がする。マスター、おかわり。なるみさんはどんどんペースが上がってるし。結局日付が変わるまで付き合わされて担いで帰る羽目になった。あー、もっとなんか進展あるかなって思ったけど、特に何もなかったな。正体のなくなった、なるみさんの家に放り込んで、鉄平とも別れて家に戻ってきた。付き合ってかなり伸ばされたので少々足元が怪しい。メールだけ見て寝よう。マスターなんか気使ってさ、弱いアルコールにすり替えたりしてくれたらいいのにね。机に座ってパソコンを立ち上げる。値段は同じでいいからさ。ほとんど前の町の友達ばっかりかな。明日からね、試験終わったから休みなの。朝から働いてるよ。絶対行かねえ。いるのか。金太、ここ数日連絡ないけどどうよ。あんまり頑張りすぎて体壊すなよ。まあそのうち時間合わせてパートできればいいね。この金太、まともな人間か、もしかして。そうだな、久しぶりに会いたいな。今の事件が片付いたら時間作れるといいけど。気長に待ってくれと返事しておこう。お、まともな人間、ちゃんと人間関係構築しとけよ。手放すなよ。あ、てっぺいだ。もう家に着いたらしい。今来たばかりのメールを開く。だいぶふらついとったけど大丈夫か。酔った勢いでパンツ盗みに行くなよ。行くかとだけ返信しておいた。まあいじりがいあるよね、きょうちゃんは。なんか忙しい日だったな。ゆいちゃんたちちゃんと眠れてるといいけど。俺ももう寝よう。何日目まであるんだ。今のが多分7日目だったんだよね。8日目、9日10日くらいまであんのかな。え、なんかね、いや、分かってるんですよ。特に進まねえな、このゲームって思ってると思うんですよ、皆さんも。そして僕も。なんかやっちゃうんよな、このゲーム。なんでなんだろう。なんかめちゃくちゃ面白いっていうわけでも今のところないのに、不思議なゲームですよ、このゲーム。はい、ということで、また次回、なんとか楽しみにしていただけると嬉しいです。私は楽しみにしてます。ありがとうございました。またね。